僕が結婚するまで抱かせてって言うとまた開いてくれたじゃない。あれだってすごく傷ついてましたって。責めなくていいの？結婚したら離れたのも僕と元奥さんのためだよね。なのに僕が離婚しちゃったから本当はムカついてるでしょ。身勝手なやつって、6年間連絡もよこさなかったくせにって思ってるよね。うるさい、やめろやめろ、そんなんじゃ。まだあるよ、キベ。それでも何でも全部我慢するほど僕を愛してるって言わなくていいの。クズ野郎、なんで俺が言えるんだ、お前に愛してるって。俺に言う資格なんてない。それにお前が俺を愛さないことは知ってるのに。